そういやサラダ、お前の父ちゃんは見に来んのか。誕生日だよ、早く帰ろう。ああ悪い、俺先から。の誕生日どうした。あとは俺がやっとく。お前はくせえな。かっけえ。さてみてえだ、俺たちが時代遅れなのかもな。おろしたてか。俺を弟子にしてくれ。どうして術をご子息に伝授することになるとは。四代目エランクレベルだ。念願とはとても言えないが、できていることに。そう、パパの弟子になって何をしようっていうの。父ちゃんの弱つかつかない時もあんのね、あんた。僕のことも忘れないでくださいよ。人に高密度のチャクラが獣の形で取り付い。どうやってそんなに曲げるんだよ。やる気あんのかあいつら。ま、俺の子だから。言えば川、花といえば蜜である。丸かバツか知らねえよ。来ましたね、不正解。つまり失敗したやつは真っ黒になってしまう。これで終わりかよ。私空気読めないテストだよ。どうにか自力で突破した。二次試験は俺が活躍してやるってばさ。どっちが有利だって。水のないところでこのレベルの水筒を。なんとかなったみたいだね。次は三次試験ね。ああ、なんだよ。よ、手の内を知っているチームメイトと戦うことになるでしょう。試合はさじっちゃうよ、ほんと。さじっちゃう一問だよ。よし、私だってじゃーんなら。ギブアップ。ひなた、白眼で手元を調べてくれ。出た、次は決勝だってばさ。出たか、ならこのタイミングで出るしかないな。後で説教。失格にはなりましたが、ここまで彼を導いたのは間違いなくこの人命を。ここはこの子で最後だ。その子ここでは力を出し切れない。あたりを巻き込んでしまうぞ。お前らは不便よの、修練や努力のような無駄な。
お前が知るべきは今のナルトではなく今までのナルトなんじゃない。どうしたんだよ母ちゃん。奴に向かって行ったの。泣き、母は怪我を負い父はいなくなった。お前は本当は強い忍びだ。俺はあいつに負け、まるでかつてのナルトだな。力が入りそうだ。